フの藤沢を舐めるんじゃないぞ。ミーズさん、ミーズさん、藤沢様、無事でしたか。今行きます。待っててくださいよ。あれは…マコトちゃん、マコト、あれこそが破滅の引き金の正体。こいつが…そうなのか…厄介なもんが出てきましたな。動き出した。ユバさんを頼むわ。先に行ってて。え、どこ行くの？すぐに戻ってくるさかい。おい、マコト！ユバさん、大丈夫ですか？あ、姉貴のやつ、大丈夫かな？大丈夫だす。ミーズ姉さんはマルドゥーンの大神官だす。簡単にやられたりはしまへんえ。絶対に。ああ、藤沢先生だってシラフのパワーがあるんだもん。平気よね。ユバさん。イフリート、やられちゃったのか。まさか死んじゃったの？そんなことあらへん。ただ何も感じへんのよ。全てのエネルギーを失っておる。それにカーリアにより意識を封印されておるようだ。カーリアの記憶を見て分かったのだが、破滅の引き金は一種の次元発生兵器なのだ。次元兵器？じゃあ神の目と同じものなんですか？いや、神の目は戦いのため、少なくとも戦いの勝利を目的とした兵器だ。だが破滅の引き金は違う。今ある現象次元を吸収して新たな次元を発生させる。そしてそれは全て破壊のエネルギーに置き換えられ、最終的には全てを消し去ってしまう代物なのだ。そんなことしてしもうたら。そうだ、何も残らぬ。敗者も勝者さえも。せやから破滅の引き金と言うんですな。よくわかんないけど、一体誰が何のためにそんな危ねえもん作ったんだ？復讐のためだ。復讐？おそらくは千エルハザード文明に対し激しい憎悪を抱く者たちの。冗談じゃないわよ。何もかも消えてしまうなんて、そんなの許せないわ。まさか手遅れということは。いや、あれはまだできたばかりだ。今破壊できれば。こうしちゃいられねえぜ。早いことそのバケモンをやっつけねえと。待ってくれ。藤沢先生、無事だったのね。あの怪物の中にはミーズさんがいるんだ。よっしゃ、まずは姉貴を救い出す。ぶっ壊すのはその後だぜ。ほな、行きまっせ。二人とも、頑張って。いや、彼女たちではとても太刀打ちできないだろう。じゃあ、どうやって？方法はある。破滅の引き金の内部に侵入し、カーリアを破壊することだ。カーリアを？だが、
エネルギーを吸収しながら成長している破滅の引き金に侵入するためには、それに負けぬ者の力が必要なのだ。リバさん、それは…にゃ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 ウーラ、どこ行くの、ウーラ。もうにゃにゃもうダメじゃない。行っちゃった、行っちゃった。あ、先生しやがって。イフリータは先エルハザード文明の技術の粋を結集したものだ。必要なエネルギーは並大抵ではない。だが希望はある。イフリータを蘇らせる力がここにあるはずだ。元に戻ったんや。私はユバに助けられた。マコトちゃん、ユバさんが、ユバさん、まさかそんな。あの中にはミーズさんが取り込まれてるんや。たとえそうであろうとも、今こいつを破壊しなければどうなるか分かっているはずだ。あかん、撃ったらあかん。マコト、これが私の仕事なのだ。そのためにイフリータ、ユバさんはそんなこと望んでないはずや。ユバ
あの中に連れてってくれ。ちょっと、マコトちゃん。危険すぎる。私が一人で中に入る。でも、カーリアとシンクロできるのは僕しかおらへん。分かった。ならば。大丈夫だ。エネルギーを取られ、かなり衰弱してはいる。エルハザードは僕のふるさとと一緒や。破壊はさせへん。ならば同じこと。お前、これがお前の本当の姿なんか。マコト、マコト。カーリアの心に一瞬隙が生じ、おかげで接近することができた。さっきの声は何や。
ジレッティーナ、何やってんだ。難しい展開になりそうよね。にゃにゃ、お、ミーズさん、許してください。藤沢様、もういいんですのよ。私こそごめんなさい。あなたの気持ちも考えずに勝手に先走ってしまって。いや、私は。でも、素敵な夢でした。少しの間でしたけど幸せだった。あ？私と結婚してください。ええ加減にしよしや。よし、者どもかかれ。あれほどの力を持つ怪物、持ち帰ってもう一度組み立てるのだ。一旦シンバグロム城に戻り援軍を呼ぶ。再びあの怪物を組み立てることができれば、全エルハザード支配も夢ではない。待っておれよ、水原マクト。今に目にもの見せてくれるわ。これでなんとか動きそうですな。けどほんまによかったわ、あんたが船を丸焼けにせんで。ま、忘れようぜ。ところで誠のやつは。それがやばい雰囲気なのよね。イフリーダ、ほんまに僕らと一緒に。いや、私はここに残る。僕がカーリアとシンクロしていた時、君の声がしたんや。でも、ほんまに君やったんかなって。マコト、必ず会うのだ、お前のイフリータに。マコトならできる。ああ。ユバさん、イフリータ。
ほんまに一時はどうなるかと思いましたよ。いろいろあったけど。ほら、お主たち、一国の王女を置いてけぼりにするとはどういう了見じゃ。わらわがどんな目に遭ったか分かっておるのか。勝手なこと言ってるわね。さっさと逃げ出したくせに。でもよかったです、またお姉様に会えて。こら、あれエレン。まあまあいいじゃないですか。でも今日の雨綺麗だったよな。よし、あたい決めたぜ。ちょっとシェーラー。おーい、マコト。シェーラさん。ちょっとこっちに来いよ。あのよ、あたいと、あたいと結構やっぱりそんなこと言えねえよな。シェーラさん、シェーラさん、ありがとう。でも僕は。マコトちゃん、まだイフリータのこと思ってるの？そんなのダメよ。マコトちゃんだって分かってるでしょ。イフリータとマコトちゃんじゃ。約束してくださいね。 お酒は月に一合、門限は守ること、外出は必ず私に断ってね。それから山登りは危険だから低い丘にしてください。これやったまらん。あら、みんなどうしたの？あ、ニーズさん。ああ、まだ話は終わってないわよ。そうだ。先生、助けてください。よし、二人で逃げるか。はい、それ。ああ、マコト、マコトちゃん、ダーリー。マコト、抜かるなよ。はい。